バロア朝の紋章をバロア朝は中世フランス王国の王朝。1328年から1589年まで続いた。1328年にカペー朝が断絶したため、カペー家の支流でバロアを所領とするバロア家からフィリップ六世が即位してバロア朝が始まった。初期には1339年に勃発した百年戦争に苦しんだが、この戦争を通じて、 英仏両国で国民意識が形成された。1491年のシャルル8世の第二ブルターニュ女皇アンヌとの結婚によって、フランスを再統一することを果たしたが、直後に直系が断絶し、冒険に引き継がれつつ1589年までの間で13代の王が続いた。カペ上第代,代国王フィリップ三世のこのシャルルが百八十五年に、 バロア博に封じられ、バロア家を創始した。1328年にカペー朝が断絶し、シャルルの子フィリップ六世が諸公の推挙により即位し、バロア城が成立した。ところが、当時のイングランド国王エドワード三世も除刑でカペー家の血を引いていたことから、フランス王位並びに、フランス北部における領土を要求し、1337年から百年戦争が、 始まった。名称エドワード黒大使率いるイングランド軍の攻勢の前に、フランス軍は連戦連敗を起死した。フィリップ6世の子ジャン2世などは黒大使に敗れて捕虜となったほどである。しかし、ジャン2世の子シャルル5世は優秀で、フランス王国を再建することに成功した。しかしそのシャルルが1380年に食中毒の試し死去すると、再び、 フランス軍はイングランド軍の前に連戦連敗を喫し、ついにはイングランド国王がフランス国王に衰退されるまでになり、王国存亡の危機にまで立たされた。そのような中でシャルル7世の時代に現れたジャンヌ・ダルクの活躍により、フランス軍はイングランド軍に対して反抗を開始する。ジャンヌは後にイングランド軍の捕虜となって火ぶりにされたが、 フランス軍の攻勢の前に、イングランド軍は、敗戦を重ね、1453年に百年戦争は、フランスの勝利で幕を閉じた。フランスは一世フランスを事実上統一した、バロア城は、イタリアへと、領土的野心を向け、シャルル八世は1494年に、イタリア戦争を開始する。1498年、バロア家着流は、シャルル八世の死去で断絶し、 シャルル5世の子のオルレアン公、ルイの孫である、バロア・オルレアン家のルイ十二世が即位した。1515 15年に死去した、ルイ十二世にも四継ぎがなく、同じく、オルレアン公、ルイの孫である、バロア・アングレーム家の重慶アングレーム博、シャルルの子フランソワ一世が多いを継承した。以後、フランソワ一世からアンリ三世まで古代の王が、続いた。 そのまま続いていたイタリア戦争では同じように統一を果たしたスペインと対立し、後にはスペインとオーストリアのハプスブルク家によって攻撃され、国力は衰えた。その後、フランスでは宮廷内部の権力闘争や宗教紛争が相次いだ。このような中で王朝も衰退し、1589年に 第13代国王アンリ3世が宗教紛争の最中に一聖職者、ジャック・クレマンによって暗殺された。アンリ3世には子がなかったため、バロア城は断絶し、ブルボン朝に変わった。こうして、バロア家の着流は途絶えたが、多い継承権のない所流はその後も続いた。オルレアン公、ルイの諸子であるジャンをとし、ロングウィル公となった、 オルレ・アンロン家は17世紀末まで存続し、シャルル9世の諸子である、アングレムコウ・シャルルを外する家系も17世紀初期まで存続した。また、アンリ2世の諸子であるアンリド・サンレミを外する家系は19世紀末まで存続し、首飾り事件で有名なジャンヌ・ドラ・モット・バロアはこの家系の出身と言われている。ありがとうございます。